死の瞬間は、医師のエリザベス・キューブラーロスの著書。1969年に発表され大きな話題となった。日本語版は各読売新聞社で、1971年に川口昭吉役が、1998年に新役が刊行された。関東に、私の父及びセプリー・ブッチャーの思い出に捧ぐと記されている。1965年。 キューブラーロスは、シカゴのビリングス病院で、死とその過程に関するワークショップを開始する。その中で死病の末期患者、約200人との面談内容を録音し、死に行く、人々の心理を分析し、文面に表したものである。地名、人名、その他プライバシーは伏せられているが、おおよそインタビューの内容はようやく、編集されず、冗長であってもそのままに生に記された。 インタビューに際して患者に対しキューブラーロスはまず許しを求めこのように切り出す。私たちは特別のお願いでここに来ました。N ボクと私は重病で死にかかっている患者についてもっと知りたいと考えているのです遠極な表現は使わず死にかかっているという直接な言葉を使用した。キューブラーロスは死の意味をここであえて哲学的に探ろうとはしない。 本書の意図ではないからであるが、一方、死ぬ人が平和と威厳を持って死ぬ権利があると主張する。この死に臨んだ静かな境地をキューブラーロスはデカセクシスと呼んだ。自分自身を周囲の世界との関わりから引き離すというような意味である。これは日本語の下脱、涅槃の境地、無我の境地などに該当する。この時に患者は頻繁に短い間隔で、 新生児のようにうとうととまどろむ必要があると説く。この時期は短くて数時間、通常数日、長ければ数週間続くことがあるという。その後、臨終が来る。仏教では相当な修行を積み到達する涅槃も、キューブラーロスは凡人でも周囲の人々の愛と協力があれば、デカセクシスに容易に到達できるとする。また、 愛と協力の本質はコミュニケーションであるとした。本書を執筆した段階では、著者はまだ死後の生を語ってはいなかったが、後にキューブラーロスは死後の性や輪廻転生について積極的に語るようになる。このため一部でオカルトだとする批判を受けることとなる。悲しみのせいキューブラーロスは200人の死に行く患者との対話の中で以下の5つの死の需要の プロセスがあることを発見した。ただし、すべての患者が同様の経過をたどるわけではないとしている。患者は大きな衝撃を受け、自分が死ねということはないはずだと否認する段階。仮にそうだとしても、特効薬が発明されて自分は助かるのではないか、といった部分的否認の形をとる場合もある。なぜ自分がこんな目に遭うのか。 死ななければならないのかという怒りを周囲に向ける段階。延命への取引である。悪いところはすべて改めるので何とか、命だけは助けてほしいあるいは、もう数ヶ月生かしてくれればどんなことでもするなどと、死なずに済むように取引を試みる。神にすがろうとする状態。取引が無駄と認識し、運命に対し無力さを感じ、失望し、ひどい抑うつに襲われ何もできなくなる段階。 全てに絶望を感じ、完結的に部分的悲観のプロセスへと移行する。部分的悲観のプロセスと並行し、死を受容する最終段階へ入っていく。最終的に自分が死に行くことを受け入れるが、同時に一縷の希望も捨てきれない場合もある。需要段階の後半には、突然全てを悟った下脱の境地が現れる。希望ともきっぱりと別れを告げ、安らかに死を受け入れる。 ありがとうございます。